実況プレイ始めていきますと、今回はですね、まあ、ダンジョン遺跡の続きなんですけど、もう少したらこの遺跡は終わるんで、まあどんどん行きましょう。で、この遺跡は、この日を、この台座につけて、解いていく。これは、この、右側の、台みたいなのがありますよね。あの台の、光ってるところに、灯すっていう。だから、真ん中と、一応右上。まあ、灯してみりゃわかるんですけどね。はい。とりあえず真ん中。そしたら、光るんですね。灯す。で、奥。そして、炎。赤い端末を、これは、ここですか？一週間ぶりなんで、ちょっとね、忘れてますね。あ、ここに灯せばいいんか。違う。赤は赤だ。そしたら、あの部分に、灯せってくるんですね。さっきと全然違いました。はい。あの部分ですね。だから、この部分と、ここですね。やることによって、まあ、OK でしょう。で、次は青。よし。じゃあ、とりあえず、まずこれに灯しましょう。そしたら、あの部分ですね。真ん中は合ってました。端っこと端っこね。ここと、ここですね。そして、扉が開く。ちょっと声小さいかもしれませんが、まあ、ご勘弁。はい。まあ、伸び伸びプレイなんで、気にしないでください。お、タイマーズ消えた。不思議な石板黄色。まあ、探索していきましょう。ん？待てよ。確か、古文書に、そんな石板の絵があったような。まあ、右から見てまいりましょう。ないみたいですね。ありましたね。どうですか？とりあえず石板を全部、ゲットしていきましょう。まあ、ちなみに今私、ちょっと、こう、滑舌っていうか、もっと悪いかもしれませんが、あれですよ。ちなみに今、正月、1月1日に撮ってるんですけど、ちょっと酔っ払ってるんで、酔っ払いプレイ。っていう形になってますけど、まあ、ここの、場所を見る限りでは、5つ部屋があって、で、ここが青い部屋、で、ここが黄色い部屋らしいんですけど、で、さっき拾った石板を、ここに、引っ付けるっていうか、まあ、置くんですね。あと1枚足りない。街に戻るかって。そんなことね。もう1枚は分からないみたいですね。多分ここですよ。戻るには。
行こう。あれれ、ここはいつものね、クワスと探検していた洞窟じゃないか。そんなとこに繋がってんの。とりあえず、出ましょうか。やばい、頭がクラクラする。お酒飲んで、おみき飲んで、お酒飲んで、クラクラプレイですよ。とりあえず、で、道具はまあ結構持ってるんですけど、まああと使いましょう。使える分。うわ、朝日が眩しいな。もうこんな時間になってたのか。ニパス、俺は、これから城に戻って、他にも石板がないか探してみる。まあとりあえず、なん石板が、はめれるとこはいっぱいあるんですよ。それを全部集めないとなんか進めないみたいなね、そういう物語じゃないですけど、わからんです。まあドラケを初めてプレイするのがセブンっていうのもなんかおかしいんですけど、まあ私水木奈々好きなんで、まあ関係ないですけど、セブンつながりで、まあ7をしてみるのかなって思う。お前もいろいろ心当たりの場所を当たってみてくれ。何か見つけたら必ず俺のところに来てくれよ。じゃあまた後でね。また一人ぼっちかよ。とにかく出て、まあ家に戻ってみましょう。ここに、ここ。なんじゃこれ。あら、強いねえこと。やっぱり息がいい魚は、目つきは違うわね。今夜はお刺身にもしようかしら。うひゃ、これまた今回の量は大量だったな。か。で、帰ってきてるな。とりあえず家に戻ってみっか。親父が、戻ってる可能性があるんで。いますね。自動で動いた。お、帰ったかね、バス。帰ったぞ、わは。今年の漁は、潮の読みが、ほぼなんかうまくいってない。ポリフの大量は確か10年以上も昔のお前が生まれたあの年以来だ。いや、あの年は年以上だったかもしれんがな。寮から戻ってみるとお前が戻っていたんで、そっちの方が気に取られてしまった。たった6ヶ月で生まれたのにゲームとしてどうなって顔を見たらいきなり泣き出したってな。ご飯、まあとにかく大量でよかった。今夜久しぶりにぐっすり寝られや。いい、すげえな。今日は気分がいいな。え、終わり？まあ、おっと？誰？やいネパース、帰ってやがったのか。俺の大事な大事な名称を持っていっただろ。まったく嫌にならないな。これは返してもらうぜ。あれですね、ホットソンですね。
と、船近くにいる船団に話しかけましょう。多分、こっち。今日ね、パース、僕たちの目的に勝ったと。まあ、そういえば何か変なものを網引くからとか言ってたのかな。確かボルカノさんが持っていたけど。カッツ。まぁ、あ、ちょっと、いろいろあったんで、一旦切らせていただきましたと。今回っていうか、次は、船の前にいる船員、こいつだ。ね、なんか今、荒ぶってますけど。ボルカノさんが持っていったと。ここでわかるんですよね。で、ボルカノさんに会いに行く。だからさっき話しかけないと、ボルカノさんからもらえなかったっていうね。もう書いてあります。まあ、これはさっきと同じですね。同じですね。何か拾わなかったね。おお、そうか。そうそう。忘れるとこだった。網に紛れていたものなんだが、おかしなものを拾ってな。何か古い石板のようなものらしいんだが、一応後ろに報告した方がいいかもしれない。確か、お前、王子と仲良かったな。まあ、そうっすね。よし。これはお前に任せることにしよう。頼んだぞ。不思議な石板、黄色。これで、あそこの石板が全部埋まるんですよね。で、今、ホットストーンも奪われた。で、城に、行きますよ。とりあえず。いやー、それにしても母さんの魚料理は最高だな。このスパイスがたまらん。まあ、とりあえずは、行きますよ。城にレッツゴー。今コーヒー無糖を飲みながらプレイしてますよ。無糖が好きなんだね。城のキーパー王子にちょっと今の石板のことを言いに行かんと。いかんのですよ。また荒ぶってますよ。はい。今日ネパス何か分かったか。はい。で、お前が手に持ってるの石板じゃねえか。え、なんだって、はみ取るの網に。そうか、これは。すごい偶然だぜ、ネパス。もうこうなると運命を感じずにいられないな。行こう、ネパス。今すぐあの謎の神殿へ。行きまーす。とりあえず、あ、いつも間違えるんですね、ここ。まずっていうか、そこに行きますけど、いずれ、敵っていうか、出てくるんで、ちょっと攻撃アイテムを買っときましょうか。引き割り。川の盾。竹槍と、まあ、やっぱその、と、川の盾。ちょっとお金がいるんですけど、川の盾を、まあ、ネパースに動かしましょう。OK。まあこれでいいでしょう、とりあえずは。まあ売りたいとこですけど、まあそれは次の、街について、いろいろしましょう。で、今回は、神殿ですね。遺跡に行って、今の石板を、前回のパート、あ、いや、今回のパートか。
今回のパートの、序盤に、石板を埋め込んだんですけど、まあ、そこに、また、この石板を埋め込みに行きましょう。だからちょっと時間かかりますよ。ふふふ、見たわよ。力をずっと閉まっていたのは、そういうわけだったね。誰や。マリウェル。ひどいじゃないの、ネーパス。こんな面白そうなことを私に教えてくれるなんて。とにかく、ネーパス。あなたは私にいっぱい借りがあるはずでね。私も一緒に行くわ。いいでしょう、ネーパス。まあ、知らないか。はい。ありがとう、ネーパス。さあ、行くわよ。ワクワクするわ。はあ、しょうがないな。行こうぜ、ネーパス。これで、三人目ですね。はい。まあ、これでとりあえず、石板をはめたとこに行きましょう。ダッシュで行きましょう。行きますよ。よし。OK。どん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 行きますよ。コーヒーがうまいぜ。今回は謎解きはもう終わった後なんで、あっという間に来れますよ。ここに。一気に行きますよ。で、先ほどの、石板をこの台座に埋め込もう。よし。ネパス頼んだぜ。もちろん。よいしょ。こっちが。よいしょ。何が起こる？なんかかっこいい。え、ちょっと、なんなのよ、この光は。え、キャー。噂によると、これは過去に飛ばされたらしいです。あ、出た出た出た。やれやれ。なんだったんだ、今のは。ネパス、マリベンも大丈夫か？大丈夫なわけないでしょ。なんだったの、今のは。さあ、あの神殿にいて何かが起こったのは確かなはずなので。そういえば見たことない場所だな。島にこんなところがあったのか？何言ってんのよ。あったに決まってるじゃん。現にこうしてあるんだし。にしてもどうしてここってこんなに空が暗いのよ。それでなくても気分が悪いのに、もう本当に最低な気分だわ。さてと、じゃあ私は家に帰るからね。ネパスキーファー、遊んでくれてありがとう。つまんなかったわ。来なかった。こんな来んなよ。じゃあね。何やねん、お前は。よし。じゃ、サブと、俺たちも一枚ここにいても仕方ないしな。行こう、ネパス。キャー。今のはマリベンに来い。行くぞ、ネパス。おい、ちょちょ、先行くなって。いつもお前先行くな、お前。お、スライム。な、なんだよ。ああ、戦うぞ。マイクを壊すのが強いな。初戦闘ですね、ここで。やだ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 、戦う戦う。逃げ出した。逃げやがった。オッケー、開始。さ、全然食らってねえな。オッケー。まあ、2体倒したからいいか。2ポイントゲット。なんなんだ、ここは。どうして魔物なんかいるの？魔物、今のは魔物なんか。じゃなかった、今は、
虫気味悪い生物は、なんだっけ、いや、可愛いと思いますけどね、私は。とにかく、こんなことになったのはあんたたちのせいだからね。お前、注意、楽しい。まったく。あんたたちが無理やり私たちをこんなところに連れてきたらいけない。ネパス、あんた、ちゃんと責任取って、私を無事に家まで送り届けるのよ。魔物。おい、ネパス、ちゃんと見たよな。今の本物の魔物なんですよ。くぅ、なんだか知らないけど、ワクワクしてきたで。バカ、どうしてこんな時にあんたは横に出んねん。とにかく私は、いつまでもこんなところにいたくないわ。さすが女性ですね。マリバですね。さっさと私たちを連れて家に帰るのよ。いいわね。まあ、道に沿って行ってるんですけど。お、誰だ？あんたたち誰？驚かせてすみません。僕たちは怪しい者じゃありません。僕の名前はキーファー。グラン、エスタードの王子です。エスタード、まさか。あ、それと後ろにいるのはネパース・マリベル。僕の友達なんです。まあ、仲間ですね。それはそうと、この辺り随分と空が怖いのね。申し遅れました。私の名前はマチルダです。マチルダさん。マチルダさんはこんな暗いところで草むしりでもしていたの？なわけない。いえ、この草はそこにある墓に添えようと積んでいたものです。お墓に添える？で、それ雑草じゃない。雑草をわざわざお墓に植え直すの。この草は花の代わりです。見ての通り、この辺りには花が咲かないのです。なので、せめて雑草でもと思って。あ、そうだ、花ならあるのよ。で、お前何でも太んねん。って頼んだけど、種か。花の種？魚卵石の森で日ばかりの家の周りにも巻こうかなと思って。すいません。もしよければその種を少し分けていただけませんか？もちろん全部あげるわよ。ありがとうございます。では、早速この種をお墓のそばに巻いてみますわ。花坂じいさんと。これで死んだ者の魂も少しは癒されましょう。死んだ者？ところであなた方、これからどこに向かうつもりでしょう。どこ行っていうか、とりあえずそれぞれ家の方向に戻りたいと思うんですけど、申し上げにくいのですが、今すぐあなた方の住む場所に戻ることはできませんよ。ですが、この森を抜けた先にあるものなら、あなた方休める場所もありましょう。種をまいていただいたお礼に、この村に着くまで、あなた方の お供をいたしました。お仲間に入ってない。で、ちなみに、この NPC、まあ、仲間の町歌さんなんですけど、まあ、なんだよ。さて、では、行きましょう。この村はこの村を出てすぐ左です。東です。まあ、実際そこの町に行きたいんですけど、とりあえずレベル上げてから入りましょう。町歌さんは、村に入るといなくなるらしいんで、マチューダさん強いみたいなね。はい、30か。はい。なんで、ちょっと、ここで、レベル1か2ぐらい上げて、村に入りましょうか。OK。おー、ネパー最強や。まあ、とりあえずレベル上げということで。実際、ここまでは、まあ、デモプレイじゃないですけど、したんですね。したというか、くだらないように。だから、ですね。とりあえず、ここまでは、くだらないようにしたんですけど、次からは多分くだりますよ。まあ、今回からかもしれませんけど、下ったら下ったで、ちょっと、まあ、多めに見てほしいですね。のんびりプレイなんで。あと、初ドラクエなんで、まあ、もうド
ラゴン切り。強えな。マチルダ強え。A レベルが、ネパスがレベル2。HP3。MP3。力素早さ、賢さ1。身の守り。0。かっこよさ0。ロックゴールド。とりあえずレベル上げましょう。ここら辺でね。パート1と2なんですけど、全然戦闘がなかったわけですよ。だから、その分の戦闘というか、今回は、10分15分はずっとこの戦闘があると思うんで、もし、面倒って思ったら飛ばしてもらって構いません。はい。ウェル2。キーファーですね。最大 HP が3。力賢さ身の守りがプラス1。6号用。ナスビナーラですね。ナスビナーラは昔でもいるんで、おマリベルさんレベル2、最大 HP2、 MP5、 素早さ2、賢さ1、かっこよさ1、4ゴールド。お金がもらえるのがいいですよね。ポケモンでいうあれですよね。トレーナー倒した後に。チルダさん強いな。38点。私たちも十分強くなってきてるんですけど、一応レベル1ずつ上がったので、適当に、まあ、伸び伸びプレイですよ。えい、稲妻斬り。すごいな、お前。マチルダさん最強やな。マチルダ最強説。OK。レベル上がらんかな。ドラクエはね、モンスターズしかしてこなかった私なんで、なんか新鮮ですよね。人が戦うっていう、まあ、こっちが普通なんだとは思うんですけど、私のとってはモンスターが戦うっていうのが普通なんで、ちょっと、めちゃめちゃ新鮮っす。で、レベル7でしょ？じゃあレベルじゃない。ドラゴンクエスト成功。普通なら1から始めろっていう話なんですけど、おっ、風が宝箱を落とした。薬草ゲット。だね。みんなムカデといっぱい戦いたいな。まさかモンスターが宝箱を落とすとか初めて聞きましたよ。ええー、上がらない、ひたすらですよ。お、ムカデいい。鬼ムカデ。お、レベル上がりました。ネパスがレベル3、 HP3、 MP4、 力素早さ、賢さ、身の回り、かっこよさ、プラス1。ホイミを覚えた。よし。ホイミを覚えることで、回復が、こう、容易にできるっていうね。ホイミで。とりあえずは、まだいいでしょう。ナスミナーラ。ナズマギリ。おぉ。マチューさん、レベル6ぐらいかな。私たち2位ぐらいなんで、10か12ぐらいかな。
てあげましょう、今度は。違うモンスターが出てくるかもしれない。なんで2体倒せるならいいですよ。チルダやっぱ強いの。ゲイ。とりあえずレベル4まで行きましょうか。HP4。力2。素早さ、赤しこさん、目の前にかっこよさ、プラス1。3ゴールド。よし、あとマリベル。こっちにもなんかあるみたいですけど。地形によって背景が変わるみたいですね。めっちゃ楽しいな。すみません、音が鳴ってるのは、携帯ですね。入りたいんですけど、まあ、まあいいでしょう。とりあえず今は、まあ、ネタバレじゃないですけど、さっきが現在としては、こう過去に来ているらしいんですよ。わからないですけど。とりあえず回復しとこうか。メンバースだけ回復しとこう。とりあえず。OK。マッチングだぜ。マリビルも。マリビルも弱いんですよね。メンバースとキーパーはなかなかいいんですけど。で、頭痛い。酔ってから頭痛いっす。コーヒーうまいぜ。なんか見るけど。本当にもう、戦闘だけしかない、今。しかない動画になってるんですけど、まあ、これが私の動画です。のびのびプレイドラクエに関してはね。ポケモンに関してはシナリオと縛りみたいな感じです。マリベルレベル3、 HP3、 MP5、 MP めっちゃ上がるな。こいつマリベル能力が下がる。力かしこさ、周りかっこよさに、素早さプラス2。メラ。マリベルがメラか。回復は？マリベルだけしときましょう。キリファ王子はまだ元気なんで。どうしましょうか。レベル4まで、もうメラ。オッケー、さすがっす。これで一旦に、3体、4体倒せるようになったかな。オッケー、気づいてない。オッケー。さすがっす。ドラクエを実況してる人は、みんな、あれですよ。縛りプレイじゃないけど、縛りプレイじゃない、RTA。リアルタイムアタックなんですけど、それをみんなしてるんですよね。私はそれをする前に、まあ、するとしても、まあ、話っていうか、終わらないことには、クリアしないことにはできないですよね。勝手が違うというか、ドラクエを今楽しみたいんです。まあみんなにも その視聴者に楽しんでもらいたいという気持ちはあるんですけど、このドラクエに関してはちょっとこう、まあ、自分も楽しみたいというかね。ポケモンに関しては楽しんでるんですけど、主に視聴者
ために考えて、なるべく取れないんではなくて、そのままサクサクと進めるような形で、まあ、いろいろしてるんですけど、ドラクエに関しては、のんびりプレイプレイなので、まあ、歌っても、ちょっとは、いいって感じなんですけど。とりあえず、レベル上げましょうか。今のところ、とりあえずみんなレベル3ですね。まあ、チルダさんは多分12とか3なんでしょうね。さっきも言いましたけど。すごっすね。よしよしよし。私ですね、ドラゴンクエストモンスターズ、ルカの旅ですかな、が、まあ、それを買ったとき、ゲームボーイカラーだったんですね。まあ、10年ぐらい前なんですけど、で、それ買って、攻略も買ったって思って買った本が、ドラゴンクエスト4なんですよ。で、それのプレステ版、プレステ版のドラゴンクエスト4の攻略本の上巻を買ってしまって、でもそのソフト持ってないんで、なんか、宝の持ち腐れみたいになってるんですけど、キーファレベル、最大 HP。力、素早さ、賢さ、身の回り、1。だからですね、下巻を今度買おうかなって思ってるんですよ。まあ、4なんですけど。これセブンなんで、全然関係ないんですけど。いつか4のプレステ版もしたいですね。だからセブンが終わり次第、ドラゴンクエスト4を、ちょっと、進めていきたいなと。思ったりしてます、ね、だから私言っても思うんですけど、その RTA してる人は、すごいと思うんですよ。なんでこんなことができるのかっていう。たった数時間、5、6時間で、全クリみたいな。RPG ですよ。OK。レベル4かな。プラス4、最大 HP、MP3、力、素早さ、賢さ、プラス1。あと、マリベルがレベル上がったら、マッチに入りましょう。その前に、回復せなあかんかな。キーファ王子をちょっと回復させておきましょう。まあ、戦闘ばっかりすいませんね。これが私の実況、さっき見ました。マリベルさんが、もう少し上がると思うんですよね。これができるのは、後ろに、マチルさんがいるんで、レベル上げますよ。いっぱい出てほしいな。デモプレイのために、カリニっていうキャラクターを他のデータに作ってるんですけど、まあ、それはもう進まないようにして、とりあえずこのデータを、まあ、視聴者さんと共に、実況というか、進めれたらなと思ってます。だからレベル上げ作業みたいなやつは、次回からは、でもまあ、シナリオはほぼちゃんと見ていくんですけど、まあ、レベル4、よし、OK。HP4、2プラス2。MP がすごいですね。力、賢さ、身の回り、かっこよさプラス1、素早さプラス2、をルカに。お、鬼ムカでは宝箱、熱そう。OK。よし。とりあえずみんなレベル4になったんで、行きましょう。これでマチルさんがいなくなる。
ねえねえ、バス、ちょっと気になって。マチューさん、姿見えないもんね。どこに行っちゃったのかしら。本当だ、急いで家に寝たのかな。どうせこの村の人なんだろうし。一言もなく、冷たいもん。とりあえずは、探索。探索地って、タルコはそう。とりあえずその樽とかを見回って、その後に、人に話しかけるっていう形ですかね。ここ教会ですね。めっちゃ古びてますよね、現代に比べたら。本当に過去みたいなんですよ。今回は人に話しかけて終わりましょう。ああ、せっかくだった家が自分のこの手で壊すなっちゃいけないので、自分はとてもじゃないけど頑張るなんて気にはなれないんですよ。よいしょ。ようこそ旅の村。ここはウッドパルナ、英雄パルナの伝説の村です。村です。しかしそんな勇ましい伝説も今では帰ってはあ。頑張ってしょうがねえや、どうせ行くのも。だが、村は偉いよな、木はいるよな。人間に火をつけられて文句言わずこうして立ち続けてるんだね。確かに。枯れてもな。なんだお前たちは、まさかここへ送り行くつもりもない。行くだけの村で、この先はどうせ何もないんだからな。とりあえず、次に行きましょう。お、誰だ誰私です。なんだ、人間ね、とにかく中に入ってよ。おー、これシナリオみたいですね、結構。もう楽しみだな。驚かせごめん。お姉が、あの、気づかれたのかと思ってびっくりしちゃったけど。僕はパトリック。そうだ。それよりお兄ちゃんです。旅の人で、なんでしょ？そうだったらどっかで間違ってより女の人に会わなかった。めっちゃ助けられました。はい。本当？お、よかった。マチューダは、今この町、この村を、魔物から守ってくれてるのだ。だけど最近姿を見なくて、お父さんも怪我しているこの時に、マチューダまでいなくなってしまった。うわ、パンク。ああ、4人ですね。お父さん。お父さんか。大丈夫？傷いっぱいいたもん。あ、ごめんね。話の途中で。そこに寝ているのは僕のお父さんなんだ。お父さんはこの村の戦士。女の人を助けるために魔物と戦って、こんな怪我を。この怪我を治すには緑色の宝玉の輝きが必要なんだって。お医者様は言ってたんだけど、それが取れる南北の鉱山も今は魔物がいっぱいで、誰も取りに行けなくなってね。だから町中に会ったら、緑色の宝玉を取ってきてほしいってお願いしようと思ったんだ。お兄さんたちもどこかで、マチルダに会ったら、そう伝えてくれないかな。僕もなるべくマチルダを探してみるから、お願いだよ。私が探してもいいけどね。はい。私が探してもいいよ。まあでもその前に、この、村探索ですね。特に。この人は教官なんでいいでしょう。ここは森の中にひっそりとあるおとなしく、平和な村だったのに、じゃあ。しかしある日突然、魔物たちが現れ、村の女をどっかで連れてしまい、そういうふうに、そして残された男たちは、魔物は、ここを命令したのですよ。自分たちの手でこの村を、二度と立ち直れなくなるまでに、壊し続けるさもなくば、連れ去った女たちの命を奪う。最悪だ。もはや、この村どうにならん、あんたたちは、早く自分の住処に帰った方がよろしかろう。要するにですね、この村は、まあ、魔物たちが押し寄せてきて、まあ、女たちを連れ去ったと。で、女たちの命が欲しかったら、村を自分たちの手で壊せと。そういう話です。もうおしまいだべ。いや、これおしまいだ。まだ実況してて、自分たちの手が穴が開いちまった。いくら読むこと、
店に娘子といえど、これで俺はおしまいだよ。ここですね。行っちゃわないと。悲しいな。何、パトリックは緑色の宝玉を探してるって。緑色の宝玉ってのは、緑色のカラーストーンかの心中結晶なんだかな。怪我に効くって随分大量に捕らえちまってるから今でもあるかわからないぜ。まあ、とにかく次は、そこに行けってことなんですよね、多分。多分ね。とりあえず全部話しますね。この格好すげえ。太るね。二次元から三次元。どうせ文字この矢ではもう自分の手で壊さなくてもないようでしょう。でもしょうがないです。かけてないつまったもんです。さて、こんにちは。ウェイトの矢では、一番9号で、一応、回復してみましょう。あと5分。とりあえず、行きます。なんもない。悲しいな、この音楽。噂によると、セブンは暗い音楽が多いんで、なんか、変っていうか、あんまり人気ないみたいなんですよね。ブライスとか来たらですね、そんな名前の国は聞いたことないね。あれ、下は確かそんな地名があった気がしますけど、あって。なんか村はないんですよ。でもその、多分、地名があるっていうことは、そこに、いずれできるっていうね。せっかくこの村に来られてるんです。村の英雄、パルナンですけど、はい。実はこの村は20年ほど前に魔物に襲われたことがあります。私たちは話し合い、村人のみんなで力を合わせて、その魔物を倒すことを決めました。そして、まず最初に一人の勇気ある青年が魔物の元へ向かった。私たちは魔物の元へ向かう青年にこう約束しました。他人の村も人にもすぐに行くからと。しかし村の人々は誰も青年を助けに来ません。死を恐れ、勇気を抱え、後から来るのは助けは、この英雄を知らないまま、青年はもう考え始め、そのまま共に自分も前に戻そうとして、まあ、相打ちですね。その死んでしまった青年こそが、この村に伝説の英雄パルナです。それから私たちは、パルナへの感謝の気持ちを永遠と忘れない。この村をウッドパルナと名付ける。まあ、英雄の名前がこの村の名前みたいになったみたいですね。ここはこう。誰だ？君は誰だ？なんとパトリックに会ったでしょ？ならば教えましょう。この家はもともとパトリックのその親のハンクさんの家なんです。ハンクさんが魔物に見つからないように私の家を崩壊していた。そういうわけでこの家は人に喋って今さらですね。ここは仏教防具の店だ。買います。銅の剣、いいね。220高いね。革の鎧、本棒、とんがり帽子。銅の剣欲しいな。なんか売りましょう。せっかくだから。ない。おしまいだ。アイテム整理です。違って前に装備してしまったんですけど、こっちの方が自分下がってしまうので、ヒノキの棒を見ましょう。ヒノキの棒とさっきのただのなんとか。先生だ。で、ジプラスも。少ないな。で、買います。なんか。攻撃上げた方がいいかな、やっぱ。攻撃もあれですね。どうしようかな。本棒。
訳あり、コンボ、で、コンボ、で、コンボ。コンボを買って、買った？ちょっと待って。あれじゃない？ちょっと待ってよね。誰が持つかね。竹槍を巻き入れ、なぜかというとマリベルは呪文が使えるんで多分大丈夫でしょう。で、命の木の実を HP が上がる、プラス2プラスでしょ。各部門で世界地図を見る。特にないですよね、他は。まあいいね。よし。OK。12ゴールド。他は、ないです。OK。宿屋。宿屋に、このタンスになんか、なんかあるみたいです。OK。これだ。そろそろ終わりましょうか。モノノクは、守備力17。同じですね。うん。モノノク売りましょう。売って、今回は、お祈りのとこに行って終わりましょうか。ちょっと長くなりましたが。今回はこんなとこですかね。はい。なんか悲しいっすよね、この音楽。で、妖怪のチャンネルに追いかけて。いや、このような場所でも神に向かうと思わなければ。お願いします。ここまでご視聴してくださった皆様方。また会いましょう。面白いですね、これ。まあ、全然、住んでなかった。今と同じぐらい住んでるんですけど、4時間かってるんです。1時間37分で、行きます。和書き。また、次回のドラクエで会いましょう。じゃ、またなー。